そのただ単純に強いっていうだけじゃなくてプラスアルファは絶対必要ってことですか。そうですね、やっぱアンディはまあ強くなかったんですけど、負けても人気下がらなかったんですよね。で自分の信念を持ってたんですよね。で自分のスイスという国も愛してたし、日本という国も愛してた、うん、自分だけのことを考えるファイターはダメですよね。やっぱり日本の国を僕はこう盛り上げていくんだ、今日本元気ないけど地震も多いし火災も多いし、でも頑張るんだって。千尋君がね、今度ね、あの能登半島で大会盛り上げるそのチャリティー、ああ彼は分かってるなと思って、そういうことをやっぱ K-1 とか、まあ、ライズだとかノックアウトをいち早くやらなくちゃいけないですよね、うん、まあ別にそれが売名行為だと言われようが何ようが、やっぱりやらないと何も動かないでしょ、うん、ウクライナにそんなお金送るんやったら能登に送ったれよみたいな形になるんじゃないですか、うん、そういうことを僕たち若い人たちとか、そういうことがみんなできるんであればやってほしいです。僕らアマチュアだからね、僕はできないけど、僕プロだったらとっくにやってますよ、その、うん、だから千尋頑張れみたいな僕は思ってますけど。